こんにちは、キレイ作家の佐川彩乃です。今日はお正月の牛を作っていこうと思います。それではどうぞ。それでは始めようと思います。ですね、これはすごい細かいところがあるので、この梅のところはちょっと切りながら貼りながらやっていくといいですね。こういう細かいところを先に切ります。慎重に切っていきましょう。で、丸は半円半円みたいな感じでやっていきましょう。もうここまで来たら小さいので気持ちです。気持ち半円半円ですね。はい、これも先に梅のところと、あと椿の丸もやっちゃいましょう。はい、細かいとこが抜けてってますね。ここもやっていきますよ。半円半円です。そしたらこういうこの菊ですね、これ菊なんで、これをいきましょう。まずちっちゃい丸から、とにかく真ん中の丸を切りましょう。あ、椿忘れてましたね。椿言ってましたね。椿の真ん中も切りますよ。いっぱいあるのでゆっくり切っていきましょう。ゆっくりでいいんです。ゆっくり丁寧に切っていきましょう。はい、そしてここですね。ここも貼っちゃうときに中のところなので先に切ってしまいます。はい、細かく切れました。そうしたら先に貼ってしまいましょう。あ、この目のこれも貼っといちゃいましょうか。切っときちゃ、切っちゃいましょうか。深いところを一応切りました。では色付けですね。それでは簡単にここだけ色付けをしていきますね。必要なのはトレーシングペーパー、そして和紙、そしてあとシャーペンもいりますね。そしてスティックのりで、はい、やっていきましょう。まず色付けたいところを囲みます。一気に色付けられるところは一気に色付けちゃいましょう。で、これね、赤みがかかった黄色とか青みがかかった黄色とかいっぱいあると思うんですけど、椿は赤みがかかった黄色を使おうと思います。こんな感じでちょっとぼかしを、うん、かわいい。そしてはい、後ろにしてトン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 と糊をつけて、そしてだと貼っちゃうよ。はい、いいですね。こんな感じで色付けました。そしたらあとここも、ここはもうちょっと細かいところになってありますね。こういう細かいところはもう目分量でいいと思うんですよ。まあ、一気にポって貼っちゃってもいいんですけど、例えばこういう黄色いところでこう適当に、いやでもめんどくさいかな適当にこう、どっちがいいでしょう。こう適当に目分量で大きさを切ってもいいと思うんですけど、そしたらここをちょっとね、見えないですね、ここなんですけど、見えにくいんですけど、糊をつけて
そしてここにこうやってもう当てはめていく。これで十分ですね。はい。ふうかちゃまこっちは加工やり方でやっちゃいましょう。この方が見えやすいですね。じゃあこれはこんな感じで丸で囲って、こっちも丸で囲っちゃいましょうか。はい。こんな感じで。これもいいですね。この辺。この辺だなって思うところをこうやって切って。ここでね、ここです。こうやって切って、そして後ろに、これはちょっとね、のりつけた方がいいですね、よく。はい、そして、こっちが小さい。これはみ出、はみ出ないように、うん、全部かかってますね。こっちも、OK。いいですね、こんな感じです。で、まあ、この、ここは、あとは本当にまた目分量でいいと思います。これは何色がいいかな？緑とかにしましょうか。緑のところをちょっと、この菊の真ん中ですね。緑で取ります。はい、こんな感じで。これで、あとはここの目も、ちょっと白く入れようと思います。目も目分量で取っちゃいましょう。目の光ですね。ここも先に貼っちゃいます。はい、それからじゃあどんどん切っていこうと思います。じゃあこの目ですね。はい、でここも切ります。はい、切りましたね、こんな感じ。他のところの目も切っていきましょう。はい、切れました。あともう一つありますので、これも切っていこうと思います。うん、細かいですが頑張りましょう。切れましたね。ではそうですね、次この菊切っていきましょう。
はい、はい、ちょっとあの白く残ってもあんまり気にしないで後ろから見て、うん、よしと思って進めていきましょう。はい、じゃあそうですね、細かいところいっぱいあるのでどこでもいいんですけど、まあここから始めてしまったんで次私こう順番にこうこうといきますね。なので椿やっていこうと思います。で、まあ、切れてるところの近くから切りますね。うん、いいですね。白くても気にしない、白いとこ残っても気にしないでください。はい。で、あの細かいところをやって切れなくなったら、あの刃を変えてください。まだね、切れる、全然切れるなと思っても、刃変えることは結構大切ですので。そしてこの椿の下のところも切っていきます。そしてここまで来たので、じゃあこの菊ですね、菊とこの隙間切っていきましょう。うん、疲れてきたらちょっと休憩とかして、あのゆっくりやってくださいね。でこうこうこう来たので、うーん、どっちに行こうかな。じゃあこっち、ちょっとこっち、あの細かい、細かいので先にやるのいいんですけど、ちょっと牛さんの方から先にやりたいなと思います。じゃあこういうとこ切っていきますね。目とか気をつけてくださいね。こう目は綺麗に切り抜きましょう。そして口のところも切りましょう。で、牛さんの頭のところですね。はい、切ります。そして角いきましょう。角は滑らかに切っていきましょう。滑らかにって難しいんですけどね。そう、あー、ちょっとパクパクしちゃったかな。滑らかに滑らかにと思うことで結構滑らかになります。これ本当です。滑らかにってね、忘れちゃうんですよね。あと手首がね、あと効いてくれれば滑らかにきますが、まあ、死体がちょっとガタガタしてるのでそんな滑らかじゃなくてもいいかもですね。はい、いい感じに切れてきましたね。で、ここは牛の白いところですね。
して葉っぱを切っていきます。椿の葉っぱです。まあ、ここまで切ったらこっちの反対側の椿の葉っぱも切っちゃいましょうか。白く残ってももうそんな気にしないでください。もちろん丁寧に切りたいって人はでも切ると綺麗になるんですけど、ずれすぎとか、後ろから見ると全然わかんないです。大丈夫です。さて、そしたらこのそうですね、ちょっとこうこっちから先にやっていこうと思います。っていうのはこう細かいところを切るときにこうついちゃうのが私がちょっと嫌なので、まあ、紙とか引けばいいんですけど、先にこっちからいっちゃおうと思います。したらここも行きましょう。もうちょっとです。で、こういうところは切ってある方から切ると綺麗に切れます。はい、ここもね、切ってるところを先に切って、はい、でですね、こんな感じになってます。今したら、私はなんかこのとこ、こういう中の輪郭は最後に抜きたい人なので、こっちの方行ってみましょう。これもね、細かいですね。この梅のつぼみから、そう、梅のつぼみなんですよ、実はこんなところに。はい、梅のつぼみ切れました。そしたらこういう細かいところでいきます。これも右から左から方向を決めて一定方向に切っていくといいですね。はい、出ました。こんな感じです。それでは最後、細かいここですね、切っていきましょう。ここちょっと細かいんで、ここから先に切っていきますね。で、ここ細かいですね。ちょっとまあなんか傷を入れるぐらいに考えて切りましょうか。こんなこだわらなくてもいいかもしれません。ちょっとこっちに行っちゃいますね。はい、はい、そして残りのところも切っていこうと思います。じゃあね、お米なんですよね、なので辛抱して切っていきましょう。お米です。
はい、込めて。はい、必死に切りましょう。ここはもうちょっとです。はい、切れました。あとここだけ切りましょう。出ましたね。そしたらここ残ってるところ内側の輪郭を切っていきます。滑らないように気をつけて丁寧に切っていきましょう。はい、そして輪郭を切っていきましょう。もう複雑なところから切っていきたいので、ここから切っていきましょう。よし、まあもうちょっとですね。はい、そしたらと簡単なところも気を抜かずできます。で、内側から外側にこう切ると、おっとっとっと、いいですね。こういうとこだったら内側から外側に、はい、こういうところもちょっと気をつけてください。内側から外側へ、内側から外側へ。よいしょ、はい、頑張れ。もうちょっと、負けないで。抜くのに1時間ほどかかりますね、これ、この図案は。はい、そしてこれで全部、よし、抜けました。はい、はい、取れました。そしてこれくっついてるところがあると思うので、ゆっくり剥がしていきます。で、時々こう、なんか塗りのところ、塗りつけたところを温めたりとかして、はい、いいですね。ゆっくり行きましょう。はい。はい。はい、はい、全部切れました。それでは色付けをしていこうと思います。まず、牛の顔を色付けようと思います。牛の顔は、ここがピンク。ちょっとピンク。
で、ここは白がね、いいんです。で、角もちょっとピンクかな、どうなんでしょう。そうするとちょっと乳牛っぽいですよね。はい、やっていこうと思います。じゃあ鼻の色はこういうちょっと黄色とピンクが混じったようなこういうピンクにします。ちょっと口元が黄色で、そしてこの牛の角もピンクにします。乳牛ってそんな角ないですけどね、強そうなので、おめでたそうなので、はい、じゃあ貼っていきましょう。ラにしてトン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 と糊をつけます。で、いっぱいついてるのでちょっとずらすとね、いいですね、あとが楽です。そして地元がこれがこんな感じです。こっちがどっちだ、こっちですね。で、まあね、ピンセットであったりこう刺して買ったりするといいです。慣れてない場合はピンセット使うとね、いいですね、はい、で、ゆっくり剥がしていきましょう。こんな感じ、 OK OK。 そしてこれはすごい白いところが使いたいんですけど、なんかちょっと水色とか合いますよね、きっとね。うん、すごい白いって感じがしますね、水色だと。なのでちょっと水色のとこ使おうと思います。はい、耳元とかは色を変えてこのピンクでやってみましょう。はい、それでは貼ります。で、糊はスティックのりじゃなくてもいいです。こう細いのりとかもありますので、今売ってますので、使いやすかったら使っていきましょう。私はスティックのりが好きなので使っています。これはこっちか、ここも間違えないようにして貼りましょう。はい、OK。うん、いいですね。そしたらこの牛のところは全部水色みたいな白にしちゃおうかな。なのでこういうところなぞっていきましょう。はい、水色とかに入れなくていいんですよ。もうこの仕様だけで多分ね、すごい、まあちょっと私はキワキワを使いたくなるのはなんでかちょっとよくわかんないんですけど、この白だけでなんかどこかこそこはかとなく水色っぽく見えてると思うんですよね。はい、いいですね。そうしたら、じゃあこの辺の椿などなど貼っていきましょう。こんな感じで梅をこのぼかしのところで一気に貼るっていうのいいですね。いっぱい貼っていこうと思います。すいません、椿って言ったけど先に梅を切ります。梅3種類同じ色で、はいはい、OK かな、うん、淡い感じがいいですね。こんな感じで3色やっていきます。で、3色じゃなくて 3つ梅全部やっていきます。
とここですね。はい、できました。はい、そしてこうかな。はい、でですね、入れます。はい、だんだん色づいてきましたね。では椿も一気にできるところは。一気にやってしまいたいですね。でも2回に分けようかな。1回と2回に分けようと思います。1回と2回なのでこの上下で分けるようと思います。こういう感じで、こういう感じで一つ切ります。これは私押さえながらやってるんですけど、一部マスキングテープをつけたりしてもいいです。そしてここはちょっと明るいところを使いたい、こういうところですね。でこれもちょっとマスキングテープをこの辺に貼ると切りやすいですね。慣れちゃえばこうやって押さえただけで切ればいいんですけど、そしてまた貼っていきます。はい、どんな感じでしょう。こんな感じに、なりました。いいですね、ぼかしが効いてて。はい、で、あ、ここが梅があったのでここの梅も忘れず貼りましょう。オッケー。そしてこの菊ですね。この菊は今こういうとこ使ってもいいと思うんですよね。こういうとこ、かわいい。でここ使おうと思います。一気にいっちゃいましょう。ここです。でこれ一緒に切り絵とか切らないように気をつけながらやってくださいね。なんか下に切り絵があって実は切ってしまったりとか、そういう間違いがちょこちょこあるので、それは気をつけましょう。はい、でここもこれはちょっと黄色っぽい色にしよう。これも可愛いですよね。ああ、かわいいかわいい。黄色にしようと思います。はい。はい。はい、ほぼ色がつきました。あとはこの茶色いしめ縄だけですね。なのでしめ縄は頑張って色をつけてくって感じにしましょう。あ、あと葉っぱが残ってました。葉っぱははっきりした色をつけたいですね。色つけようと思います。いいですね。
してここも緑にします。実は緑なんですね。緑にします。ここは一気にいっちゃいましょうか。実はここもね、緑なの。よいしょ、全部緑にします。よし、切れました。ちょっと今回は長いですね。頑張っていきましょう。ゲイ、はい、うん、かわいい。さて、茶色いところ貼っていこうと思います。まあ、ちょっと息がもし難しかったら途中でね、分けるといいですね。こんな感じですね。こっちも描いちゃいましょうか。次に、さて、こんな感じです。よし、切っていきましょう。ここはこう一気にいっちゃおうと思います。隅でやりすぎですか。待って、真ん中いきますね。はい、で、使った。よし。はい。もうちょっとです。頑張りましょう。よいしょ。こうか。はい。できました。うん。いいじゃないですか。で、あとここですね。ここも一気にいっちゃいましょう。一気にいくべきです。ちょっと、複雑な形してるんですけど、頑張りますか。頑張りましょう。まあ、これとかは最後でいいんですけどね。ああ、複雑な形をしてますね。泣きそうです。弱音入っちゃった。よいしょ、うん、こういう感じですね。ギリギリ取りましょう。あー難しい。ここはね、マスキングテープ貼った方がいいですね。動かないように貼りましょう。この辺に貼って切りましょう。はい、必死です私も。取れたかな。はい、 OK、 いきましたね。大丈夫、頑張れ頑張れ、もうちょっとだ。はい、はい、いいんじゃないでしょうか。で、ちょっとはみ出してるのは切ってしまいましょう。はい、で、最後に目を入れましょうか。目は何色がいいかな。茶色、それとも青とか。青とかいいかもしれないですね。青い目の牛、うん、茶色い目の牛、どっちがいいだろう。青い目の牛、うん、青い目にしましょう。もう決まり。はい、最後ですね。これで終わりです。頑張るぞ。Thank you.
でちょっと明るいこの辺がいいですね。でこの辺でいいと思います。はい、できました。お正月の牛です。えとの牛です。お疲れ様でした。いかがでしたでしょうか。Twitter、Instagram やっておりますので、ぜひフォローお願いします。そしてファンボックスを始めました。よかったらぜひ入ってみてください。それから私の2冊目の本が好評発売中です。ぜひお手に取ってみてください。それではありがとうございました。